いないのか？いるんなら返事しろよ。返事がねえな。直接誤解書の方に行ってみるか。おはようございます。なんだ、返事がないと思ったら一人で碁打ってたのかよ。あれ、この棋譜、これ昨日の占いの棋譜だよな。ええ。やっぱり来てるのか、昨日予想が外れたこと。私は相手の手筋に神の一手への手がかりを見ました。妖怪の手筋に不謹慎だとは思いますが、このものであれば自分を神の一手へ導いてくれるかもしれない、そんな予感を感じたのです。神の一手。しかし相手の思い描く棋譜は私のものとは違いました。あれから何度も何度も気の遠くなるほど手筋を考え直してみましたが、やはりあの一手しか考えられません。そんなこともあるだろうぜ、気にすんなよ。自分にはあの一手しか、これが私の才能の限界なのでしょうか。サイが一番好きなことで気分転換できること。なあサイ、俺に囲碁を教えてくれよ。俺囲碁全然できねえんだ。なあ頼むよ。私などより見事に次の一手を言い当てた菅原様の方が。あんな陰険親父よりサイに教わりたいの。さあさあ。よろしくお願いします。まずはここから行きましょう。私が読み違えましたね。
そろそろ潮時でしょう。まさかあなたが神の一手につながるもの。あなたは筋がいいですね。へへ、俺って才能あるのかも。光には叶いませんね。